どうも、ウエストランド井口です。はい、日本代表やりました。ワールドカップ初戦、ドイツ代表との試合、見事逆転勝利となりました。いやー、これもう本当今終わった直後、終わったもう10秒後ぐらいに撮ってるんですけど、いやー、すごい、本当に素晴らしすぎる、もう素晴らしすぎる。いやー、本当に最高ですね。今までサッカー見てきた中でも本当にこんなに熱くなってこんなに感動することはないぐらい素晴らしいです、本当に。まあもちろんね、まだ初戦が終わっただけなんで、ここからさらに戦いは続いていきますが、強豪の、ドイツ代表に逆転で勝利、いや素晴らしいですよ。初戦で勝ち点3しっかり取りましたから、いやー、もうね、いろいろと言いたいこともありますし、昨日のね、朝から仕事が続いておりまして、早く寝なきゃいけないし、明日も朝早くからなんで早く起きなきゃいけないんですが、さすがにもうちょっとそれどころではない、気分のね、こう高まり方ですよ。やりましたよ。どうですか皆さん、最高じゃないですか。だから言ったじゃないですか、信じて応援してたからでしょう。信じて応援しなきゃダメですよ。いけますよ。なんかいろいろとね、ずっと言ってましたけど、見ましたか、森保監督、森保監督って言ったけどね、戦術がうんぬん、交代がどうこう、見ました。こんなね、攻撃的選手をどん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 入れてく采配、最高の采配、そのまあ大勝負に勝ったこの采配、見たことないですよ。もう最高じゃないですか。どんどん次から次に攻撃的な選手を早い時間から入れていって、その選手が結果を出して、最高じゃないですか。南野選手、クラブではね、不調ということで、なんで選ばれるんだみたいなことを言ってる人もいましたけど、やってくれましたよ。やってくれますよ、そりゃ。そういう選手ですから、浅野選手にしてももうやってくれましたよ。本当にやってくれました。素晴らしすぎる。逆転ゴールもそうですし、その他のプレーもね、もう本当に最高でした。堂安選手もいろいろ言ってる人もいましたけども、最高でしたしね。まあそんなね、こうネガティブなこととかね、野暮なことは言いたくないですが、まあね、もう素直に応援しよう、信じて応援しましょうよ。謝ってほしいけど、もう謝れなんて言わないけどね。いや、こういうことですよ。ケチつけてね、言ってる場合じゃないよ。信じて、誰よりも選手たちがね、監督、スタッフ含めみんなが、もうみんなの期待を背負って自分たちを信じてやってるわけですから。もう分かったでしょ。こういうことですよ。信じて応援しましょうよ。もうそれだけです。こっから、まだ第一戦始まったばかりですから、信じてこっからの戦い応援しましょうよ。もういいですよ。なんか、もういいよ、本当にそのいいんですよ、応援しましょう、もうそれだけ。いや最高です。何の内容もないようなね、動画になってしまいましたが、とにかくもうこんな素晴らしいことはない。まだまだもちろんこれからなんでね、しっかり地に足つけて、次の試合以降、ここであと2つ負けてしまったら何の意味もないのでね、気持ちをしっかり引き締めて、やってほしいですし、我々も引き続きそれを信じて応援していきましょう。いやー、これはもう最高だった、本当に。ああ、もう感動しましたね。ただまあ、まだここからですから。なんでね、謝るとは言いませんが、いろいろ言ってた人、信じて応援しましょう。こういうことですよ。僕はこの動画を通じてね、この動画を通してずっと言ってたわけですよ。やってくれると、信じて応援しましょうと、我々ができるのは応援だということを言ってたわけですから、それをね、森保監督、そして日本代表の選手が体現してくれたわけですよ。それを証明してくれたわけですよ。僕がずっと言ってたことを見事にやってのけてくれたわけですから、まあ何度も言いますけど、こっからですけど、皆さん、このチャンネルはね、ずっと日本代表応援し続けてきましたから、引き続きこのチャンネルでは、日本代表応援し続けていきますんで、決勝トーナメントなんとか決めて、ベスト16のその先、ベスト8、もっとその先まで一歩ずつしっかり進んでいく姿をみんなで一緒に
目撃しましょう。いやー素晴らしかった、本当に、選手の皆さん、ありがとうございました。最高の試合を見せていただきました。いや、やれるんだよ、こういうことだよ、これがサッカー、これが日本代表ですよ、結局ワールドカップだから、そういうことでしょう。素晴らしすぎます。ありがとうございました。最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録、高評価ボタンもよろしくお願いします。やりました、ありがとうございました。